皆さんこんにちは。はじめまして、 SMA スコラルネシアコラルンポルからのフレアと申します。今日はドラえもんとアラビアナイトという話を読みます。夏休みのある日、ドラえもんとのび太は絵本入りゴミ靴を使って絵本の世界を楽しんでいました。この靴を履くとどんな絵本の世界にも入っていくことができるのです。ただし絵本のストーリーを変えないよう気をつけなければいけません。最初は2人で遊んでいましたが、途中でドラえもんが抜けたので、のび太は代わりにしずかちゃんを誘うことにしました。ジャイアンとスネ夫もやってきました。そしてのび太の話を聞かないで勝手に靴を履いて、ジャックと豆の木の絵本の中に履いていきました。その後、のび太としずかちゃんもピノキオの絵本を選んで本の中に履いていきました。ジャイアンとスネ夫は絵本の中で好き勝手をしてストーリーを変えてしまいました。それだけでなく、いろいろなストーリーを混ぜた方がもっと面白くなるだろうと、いろいろな絵本を混ぜてしまいました。その結果、のび太としずかちゃんがピノキオの物語を楽しんでいるところに急に人魚姫が現れました。しずかちゃんはいろいろなストーリーが混ざったピノキオの話を楽しむことができません。だから一人で先に帰ることにしました。ジャイアンとスネ夫も絵本の世界に飽きて帰りました。翌日、ドラえもんは靴が一つ足りないことに気づきました。実はしずかちゃんが絵本を出ようとした時、魔法の空飛ぶ絨毯に乗っていたシンドバッドとぶつかり、しずかちゃんはアラビアナイトの世界へ迷い込んでいたのです。しずかちゃんを助けに絵本の世界へもう一度行かなければいけません。ところがなんと、絵本はもう燃やされてありませんでした。絵本なしではおとぎ話の世界に戻ることができません。困りました。しかしその時、アラビアナイトの話は昔のアラビアの事実を書いた本当の話であることが分かりました。つまりタイムマシンを使って昔の世界へ行けば、しずかちゃんを見つけることができるのです。ドラえもん、のび太、ジャイアンとスネ夫は早速タイムマシンに乗って794年のバグダッドへ行きました。そこで彼らは王様に出会いました。言葉が通じないので王様と会話ができるように、ドラえもんたちはこんにゃくを食べました。このこんにゃくを食べると相手の話す外国語が分かるようになるのです。これで彼らもアラビア語がペラペラです。ドラえもんたちは王様に女の子を探しに来たことを伝えました。すると王様は港町へ行くようにアドバイスしてくれました。港町へ行ったドラえもんたちはそこで蛇使いのカシムに会いました。カシムはしずかちゃんが東へ行く奴隷船に乗っていたと教えてくれました。それでドラえもんたちはカシムと一緒に船を乗りました。ところが実はカシムは悪い人でした。ドラえもんが4次元ポケットからいろんな道具を出しているところを見たカシムはその便利なポケットが欲しくなりました。それで夜ポケットを盗み、そしてドラえもんたちは海に落としました。その後嵐が来ました。さあドラえもんたちはどうなるのでしょうか。次の日の朝、ドラえもんたちは島に流れ着きました。広い砂漠を歩くドラえもんたち、いつもならドラえもんが便利なポケットを出してくれるのでどこにいても問題ありません。しかし今は4次元ポケットがないので、みんなは喉が渇いて死にそうになりました。そんな時、シンドバッドが彼らを助けてくれました。彼の金のお城に行くと兄弟魔人や魔法の道具がたくさんあって、みんなはびっくりしました。仲良くなった彼らはシンドバッドの魔人や魔法の道具の力を借りて、しずかちゃんを奴隷商人から助けることができました。ところが何ということでしょう。次の日、みんながお城を出ている間に奴隷商人は蛇使いのカシムと一緒にお城を乗っ取ってしまったのです。魔法の道具も魔人も全部奪われました。絶体絶命です。しかしその時、ドラえもんの4次元ポケットが見つかりました。今度はドラえもんの道具を使ってシンドバッドたちの反撃が始まりました。
何度もピンチになりましたが、シンドバッドもノビタたちも諦めません。みんなで助け合って道徳的に勝つことができました。こうして金のお城を無事に取り戻したシンドバッド、平和が戻ってきました。ドラえもんたちも元の世界へと帰らなければいけません。一緒に問題を乗り越えて友達になった彼ら、別れを寂しく思います。しかしのび太は次に来るときシンドバッドの絵本アラビアンナイトを持ってくることを約束しました。そして握手を交わし、笑顔でドラえもんたちは自分たちの時代へと帰ってきました。そこで終わりました。どうもありがとうございます。